モンシロチョウの幼虫アオムシは、チョウメの幼虫のうち、長い毛で体を覆われておらず、緑色のもの。緑色でないものを含めイモムシと言い,い、長い毛で体を覆われているものを毛虫と言う。これらは、大まかな区分であり、明確な定義があるわけではない。イモムシや毛虫と同様、草木に寄生し羽を食べ、農作物を食害する。俗に、 青虫は蝶の幼虫、毛虫は蛾の幼虫と言われることがあるが、必ずしもそうではなく、蛾の幼虫の青虫や蝶の幼虫の毛虫もいる。また、青虫状の幼虫の中には、蝶目ですらないハバチの幼虫もおり、厳密には青虫ではないが、生態などが共通するため、農業的には青虫や毛虫と区別せず、扱われることが多い。芋虫が、 スズメガ科の幼虫に代表されるのに対し、アオムシは白シウ科に代表される。モンシロチョウの幼虫を特にアオムシと呼ぶこともある。アオムシコマユバチは、名前にアオムシが入っているが、モンシロチョウの幼虫に寄生する。最も身近でよく知られた蝶の一つである、モンシロチョウの幼虫は、油中の葉を食べる害虫である。特に野菜の代表とも言えるキャベツをよく食べるため。 見かけることが多い。また、これが小学校理科の教科書等でよく取り上げられるので、最も代表的な青虫である。孵化したばかりの幼虫は淡い黄色である。緑色の葉を食べることで、緑色の青虫になるが、青虫の体色の緑はクロロフィルに由来するものではなく、赤大々色系のカロテノイド、青緑色系のピリン、高褐色系のオモクローム、 黒色系のメラニンといった色素由来によるものであることが分析の結果、判明している。幼虫は細長く、体表は滑らかである。体長はサナギになる直前で約4センチメートル。なお、他の白鳥科のものは、モンシロウほどには見る機会が多くないが、やはりよく似た青虫である。ありがとうございます。